こんにちは、萌えです。今回はキャラクターを描いていきたいと思います。私の大好きなスターウォーズからですね、ジャバザハットを描いていきたいと思います。ジャバザハット実は描くの2回目なんですけど、今回はですねアクリル絵の具で描いていきます。で、細かい部分とか色の使い方とか筆の使い方とかそういうところをお話しできたらなと思います。で、今回使っている絵の具はですね、主にこちらの、ターナーの U35 を使っています。他にもゴールデンとかリキテックスとかもちょこちょこ使っております。今回はですね早送りしてますが、これもこの辺はねザザザッと塗っていってる最初の段階なので、まあ、この辺までは皆さん普通に色塗れると思います。で、最初にまずキャンバスに真っ白の絵の具を塗ってから下書きをしました。で、今回はですねグリッドじゃなくて普通に、下書きを、このジャバザハットの形をですね鉛筆で下書きをして、その上からこうやって色を塗っているっていう感じです。で、グリッドで描いてもいいんですけど、グリッド描いてマス目を描いてですね、その上からジャバザハットのこの形を描いてってしてもいいんですけど、そうするとこの白い部分、ここがですねまたそのグリッドを消すように白を塗り直さなきゃいけないということ、もっともっと何回も何回も塗らなきゃいけなくなるんですけど、そうすると結構この白ってこのグリッドの鉛筆の色がですね残りやすいんですよね。何回も何回も重ね塗りすればいいんですけど、それでももったいないので、今回はですねグリッドは描きませんでした。もちろん描く時もありますが、そういう時はなるべくいらない線は、下書きが終わったらですね色を塗る前に消しゴムとかで消して描き始めたりっていうことをします。そうした方がね、後々このグリッドが透けて見えなくなるというか見えにくくなるので、そっちの方がね早いんですよね。で、大体の色ざーっとこの辺まで塗ったら細かいところに移っていくっていう感じです。で、スターウォーズとかのキャラクターってこのジャバザハットもそうなんですけど、ヨーダとかなんかこうシワが多い、こうグラデーションが多い、なんかこの生き物みたいな動物みたいな、なんかそういう色合いがちょっと曖昧な色とかですね、そういうのが多いかなと思うんですけど、そういう細かい部分、細かいグラデーションとか細かいシワとか、そういうところを描くのにですね細いラウンド筆を使って描いていくといいと思います。で、いつも平筆をよく使っているんですけど、平筆ももちろん使います。このザーッと一回顔と体のこのグラデーションを一度塗りというか、このベースの色をね塗るときは平筆でザッと塗って、で、そこから細かいシワとかそういうところをラウンド筆で描いていくっていう感じです。さすがに全部平筆だと描けないところ出てくるので、どっちかというとこれ小さめなんですよね。自分の手を見てもらうと分かると思うんですけど、そこまで大きい絵ではないので平筆使わなくても描けます。普通の細いラウンド筆だけでも描けるんですけど、まあ、そこはねスピード重視なので、最初に早く塗れるところは平筆でザッと塗るっていう感じにしてます。で、あとこういうお腹の部分とかこの辺ってグラデーション綺麗にしたいところはですね平筆を使って、筆のストロークを使って描いていきます。で、シワがあるところ、このなんかナメクジみたいな恐竜みたいなシワ、そういうところ、そういうシワとかを作っていくときにラウンド筆で普通の線を1本描くっていう風に描いていくのではなく、平筆の全体の筆の毛を使ってシワを描いていくっていう風にすると、細いシワがですね、まとまったシワがザーッと
一気にかけます。でそういう使い方もします。このね、細かいシワとかそういうところはわざとボサボサになった平筆とかを使うと細い線がね描きやすいんです。であとボサボサになってない平筆でもですね、この皮膚の線とかシワの流れを作るときにざーっとまとめて描いていくとき、すごい平筆使います。でこの今動き上から下に向かって縦に線を描いてるんですけど、これはラウンド筆ですね。ザザザーっと描いてます、細かいところ。で少しずつ筆の動きをね小さくして細かいところのグラデーションも作っていきます。でこういう曖昧な色、なんかちょっとお腹のとこでも茶色っぽいとこがあったり、こう黄色っぽいとこがあったり、黄土色っぽいところがあったりっていう微妙な色合いのところは少しずつ重ね塗り、ちょっと薄めの色で重ね塗りをしていくとちょっと後ろの色が透けつつ描けたりするので、そうしてこうなんか曖昧な色を出したりとかすることもあります。でもちろんいつも言っている通り、一度塗りではですね綺麗に塗れないので、上から重ねていくのを前提に描いていきます。これも細いラウンド筆ですね。でここから顔のディテールを描いていきます。すごい細いラウンド筆、これはインターロンっていう形状記憶の筆なんですけど、柔らかい水性の絵の具を使うときに適している筆になります。でこれは一番細いものではないんですけど、まあまあ細いですね。1ミリ、ぐらいの筆の束のものになります。でこれよりもっと細いのになると、本当に数えるぐらいしか毛がないんじゃないかっていう細いのもあったりします。そういうのでもね、使ったりするんですけど、今回はそこまで細いのは使ってないです。でこの辺細かい目の部分、顔のシワの部分とか少しずつグラデーションしていって、ちょっと濃く描いといて上から薄い色をのせていくとか、そういう感じでですね重ねて重ねて描いていきます。でこうやって描いていると乾いてくるとですね、ちょっと色が変わってきたりするので、そこも考えながら描いていきます。でちょっと違ったなって直したいなって思ったら、もう迷わずねこういう風に消してもう一回描いていきます。せっかく描いたのにまた消して一から描くのやだなと思って仕上げてもですね、もうそこがずっと気になってしょうがないので、もうちょっと気になったらすぐにこうやって思い切り変えていきます。でベースも塗り直したらですね、シワも描き直していきます。で、影とかそういうところは後で足してもいいんですけど、色重ねていくときに暗い色を先に描いて明るい色を上に持ってきた方が立体感が出やすいです。後ろにある色の方を先に描いて前に出てきている色を後で描く、まあ、実際のものと同じ順番、手前に来るものの順番がですね同じようにした方が立体感が、ね、出やすいと思います。はい、でこんな感じでですね、細かいシワもどん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 入れてこんな感じに仕上がりました。影も足しました。いかがだったでしょうか。ジャバザハットができました。アクリル絵の具で描いたんですが、細かくてもですねこれぐらいリアルに描くことができます。皆さんもぜひ練習してみてください。ということでまた次の動画で、バイバイ。